今日はですね、タンクのサンドブラストかけて、まず塗装とね、錆を落として、その後プラサフまで今日ちょっとね、やってみました。で、これね、1年ぐらい前見たときは、タンクの中、錆びてなかったんですけど、中がちょっとね、錆出てきてしまいました。昨日、動画アップしたんですけど、鍵なくしてね、全く鍵ない状態から鍵作ってもらったんでね、こうやって再開できることになったんですけど、ちょっとね、錆びちゃってましたね。もうちょっとね、早く頼んで作ってもらえばよかったなと思います。で、結構ね、この錆が出てきてて、振っても振ってもね、なかなか出てこないんですね。で、覗いたら、これスネークカメラで中見てるんですけど、結構ね、もう奥の方まで錆が出てたんですね。だからサンドブラストするときにもう蓋とかしないで、普通養生でね、蓋したりするんですけど、もう中の方もね、届くとこまでは取ってみました。で、まあ、どっちにしろ中は、錆取りやった後にコーティングするので、まあ、中はね、適当に、サンドブラストのね、もうホースオンにして、中突っ込んで、まあ、できるだけ、っていうか、まあ適当にね、錆は取っただけで、表面今日はちょっと集中的にやってみました。で、私の自作のサンドブラストキャビネット、あれちょっとね、でっかいのを作ったつもりだったんですけど、やっぱりね、このタンクを入れるともう中でね、自由が利かないんですね。それでもうすごく時間かかって、とにかくタンクのでかさとケースの大きさが合ってなかったんでね、すごく大変でしたね。これ今燃料の出口のとこですね。そこからこう突っ込んで、スネークカメラ突っ込んでみたらね、ちょっとスネークカメラが擦れたりすると錆がポロポロ落ちてく感じですね。で、ここもね、もうエアサンドブラストをかけるとき、もうここの穴からもね、中にガンガン突っ込んで、まあ、ある程度の錆は取れたかなと思うんですけど、まあ、次のね、中の錆取りするまでまだ1週間、2週間あるんでね、また錆びちゃうかもしれないんですけど、まあ、中はこんな感じになっていましたって感じです。で、振るとね、やっぱり出てくるんですね。で、このタンクなんですけど、剥離剤である程度、塗装は落としたんですね。で、あとはもう錆と剥離剤やった時にね、使い切っちゃったんで、本当は全部ね、もっと綺麗に落としたかったんですけど、ちょっと残ってるので、これを今日はサンドブラストをしてみます。でもね、ケースがちっちゃくて手がやっと入るんですね。それでこうやって、まあ、この辺はね、やりやすいとこだったんで、こうやって手がある程度ね、動いたんでいいんですけど、もう中でこの吹き出し口の向きを変えられなかったり、今これ手をね、グローブの中に入れようとしてるんですけど、目の前にタンクがあってね、手を伸ばせないんですね。それでもグローブはある程度こうね、はめないと、指のところにね、指がちゃんと入んないと掴んだりできないので、で、これくらいしかもう動かないんですよ、タンクが。ケースの中で、キャビネットの中で。で、このオンにするのもね、結構大変で、今レバー90度動かしてみたんですけど、で、こういうね、まだ手が届くところはいいんですけど、ほんとね、届かないところがあって、もう何回もね、タンクの向きを変えて、ケースに入れたりとか、そういうのを何度もやって、まあなんとかね、全体、サンドブラストをかけることができました。それで本当はね、そのままパテを塗って、整えてから普通はね、プラサフ拭くんですけど、今日はもう時間がないのがもう分かったんで、とりあえず錆防止で先にね、プラサフだけ拭いて、で、また1週間後にね、パテ持って、で、整えて、もう一回プラサフ吹いてみようかなと思ってます。
で、これサンドブラストかけたらここのところ銅色なんですよね、あの給油口の穴の周りで、ここのこのステーっていうんですか、ここもね銅の銅みたいなこう溶接が出てきて、銅なんですかねこれはね、鉄じゃなくなんかそういう違う素材なんですかね。私ここまでね、やったことなかったんで、ちょっとね色が変わって、最初ね錆びてんのかと思ってずっとやってたんですよ、こうサンドブラストかけてて、だ錆びじゃないわと思って、でこれ今ですね全体もサンドブラストかけては見たんですけど、ところどころねやっぱり見落としで塗装とか落ちてるんですけど、あ塗装落ちてなかったんですけど、まあ、この辺はサンドペーパーでちょっとね磨いちゃえばすぐ落ちるんで、でこうへこんだとこですね、へこんだところはプラサフ吹いちゃうと今度ねそこにパテ持るときにプラサフ、まあプラサフの上にパテ持ってもいいんでしょうけど、とりあえずね今日はマスキングテープ貼っときました。そうすればね今度パテ持るときにマスキングテープ剥がせばすぐパテ持れるので、結構へこんだところってねマスキングしてないでプラサフ吹いちゃうと次の時にね地金出そうと思うとね結構へこんだとこってペーパー入っていかないんでね、地金出すの大変なんで、今日はマスキングテープを貼ってプラサフ吹きました。で後ろにあるのが今使っているサンドブラストのケースですね、結構大きめのやつなんですけどね、ああいうホームセンターで売ってる衣装ケースっていうんですかね、まあそんな感じのプラスチックのねケースでは一番大きいタイプだったんですけど、やっぱり燃料タンクをやるとなるとちょっとね大きさ的にはちょっと無理があった感じですね。今これは中にねプラサフ入ってしまうとめんどくさいんで、出口と入り口のところはちょっとねマスキングテープで蓋をしてみました。で今こう画面の中央下の方テープ四角いの貼ってありますけど、ここが思いっきりへこんでるところですね。でここも一応マスキング貼ったままプラサフを塗っていこうと思います。で今紙やすりであれ残った塗料のところを落としてます。こうやって見ると燃料タンクの真ん中のラインのところね、なんか継ぎ目っていうかなんか見えるんですよね、線が。あれ私特別なんかやったわけではないんですけど、あそこで一回こう折れた線っていうかね、エッジつけてあるんですかね。やって作業してる時全然気づかなかったんですけど、今こうして画面見ながら編集しているとなんか線ついてるのが分かりますね。あ、このニトリルグローブいいですよ、手汚れる時とかすごくいいですね。でこの後脱脂入ってくんで手のね油とかつかないようにニトリルグローブ、最近この白いやつすごく薄くて触った感覚がね、物を触った時にすごくね感触が分かりやすいので、最近この白いの使ってますね。 すごく薄いやつです。ただこれシンナーとかついちゃうともうすぐブヨブヨになっちゃってもうすぐダメになっちゃうんですけど、結構こういう作業の時はね役に立ちますね。でこれ脱脂はかなりやりましたね。さっき研いでたじゃないですか、それのね鉄粉とかの汚れとかもあるんで、まあ、そういうのも汚れも取るし脱脂ね油分も取るので5、6回ですかね今回結構やりましたね。で吊るしてからもう1回
この時も2回ぐらいダッシュして、かなりね、ペーパー使ってしまいました。で、これ今エアーでちょっとね、ホコリとかついてないだろうけど、一応全体的にエアーを拭いてホコリを飛ばしてます。で、今回ですね、プラサフ、2液性のプラサフ拭いたんですけど、前に使ったのがね、もうだいぶ前だったんですね。そしたらもう塗料も少なかったのもあるんですけど、なんかちょっとね、ドロッとしちゃってて、ちゃんと塗れるか心配なんですけど、まあ、塗ってみた感じは大丈夫でしたね。でも硬化剤もなんかね、ちょっと変にドロドロしてたんで、ちょっと芯の多めに入れて拭いてみたんですけど、ちょっとね、1週間後っていうか、乾燥した時どうなってるかちょっとね、心配ですけど、まあ多分大丈夫だとは思います。で、今日は塗り終わってからね、そのタンクの上面のね、平タンクっていうか、そこのところがへこんでたのが見つかって、まあどうしようかなって感じですね。もうパテ持って、そこもね、思いっきりプラサフ吹いてやるか、もうそのまま行くか。多分でもプラサフ吹いた後にそのまま塗料吹いてクリア塗って、その線がね出ちゃったらちょっと嫌なんでね。最初塗装してある黒い状態の時はね、全然気づかなかったんですね。だ、もしかしたら本当塗料の厚みっていうか、プラサフ研いだ時にもしかしたら消えるかもしれないんですけど、まあ、その辺はね、ちょっとやってみないとわかんないので、1週間後ちょっと挑戦してみますので、もしよかったらぜひ見てください。で、今回ね、このプラサフももう全部使い切ってしまったので、また注文しないといけない状態になってしまいました。シールはね、もう買ってあるので、ホンダの羽のマークついたやつね。はい、どうも見ていただいてありがとうございました。